Before I talk about anger and agony of Jesus Christ, I have to point out some facts to clear the mystery of the Battle of Angari, or a message of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. The Battle of Angari, which said to be originally sketched by Leonardo da Vinci. The man on your left side, riding a horse-like animal, is Jesus Christ himself, who resembles a man whom I have judged to be Leonardo da Vinci himself in his self-portrait. The man down on the ground, under a horse with blood around his head, is a proxy Jesus, who was crucified for real Jesus Christ. The blood is a tricky art of hallow. The man on the ground has a stigma in his right hand, which indicates that he is a proxy Jesus, though Jesus has never mentioned his name before humans in his history. In this following video, I, Hiroshi Hayashi, prove these facts with evidence. The anger and agony of Jesus Christ. Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。Anger and agony are better to tap into if you have the need to fight, because that focuses the energy into action outward. Misery is better if you do not wish to bring harm to another. It can be very painful, but misery focuses the energy inward.Jesus, who was crucified on that day, was a proxy Jesus who was most possibly killed accidentally for the real Jesus Christ. Jesus, however, took another way to choose. Jesus focused his energy
into action outward. 苦悩と怒りは、もしそれが戦わねばならないものであったら、心の中に閉じ込めておいた方が良い。なぜなら、苦悩と怒りの持つエネルギーは、外に向かうから。誰かを傷つけたくなかったら、そうしたエネルギーは外に向けてはいけない。惨めな方がまだ良い。それは辛いことかもしれないが、惨めになることで、そのエネルギーは内に向かう。が、イエスの判断は少し違っていたようです。替え玉のイエスが、計らずもアクシデントでイエスの代わりに貼り付けになった時のことです。その時イエスが取った選択は、その苦悩と怒りを外に向けるという方法でした。広し林、浜松シティ、ジャパン。ルネサンスという時代には多くの画家がイエスの操り人形として操られていました。今左上に見せたのが2000年前のイエスの実像です。これらの絵は写真をもとに作られた絵と林浩司は判断しています。そして右がそれから1500年後の今から500年前のイエスの実像ということになります。イエスがそれぞれの時代において人間を裏から支配していたということになります。多くは芸術家ということになります。人間には惚れるはずもない彫刻、人間には描けるはずもない絵を、このイエスが提供していました。そしてそのイエスの下で、ミケランジェロ、ダヴィンチ、シノレイティなどの画家が活躍しました。ラファエロもその中に加えられます。つまり、中段の画家たちは、操り人形ということになります。ここで2枚の絵を見ていただきます。上は、ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。下は、レオナルドが描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。で、これら両者は、雰囲気的に大変よく似ているということになります。下の絵を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。が、これは偶然の一致ということにしておきます。で、上の絵の中には、775027という数字が隠し込まれていました。77、イエス、50、復活、27、聖書という意味です。で、下の絵の中にも、やはり、いろいろなものが隠し込まれています。ここに竜のようなものが隠し込まれています。黄色でそれを示しておきました。竜ですね。他にも十数個私早い印は発見しました。別のところで紹介しました。が、それは今日は問題でありません。この上の絵の右下と左、下の絵の左上の人物を見比べていただきます。これは後で紹介しますが、イエス自身です。2000年前のイエスです。そして、下のアンギャリの戦いの左に書かれている男と比べています。この両者は違うというよりも違う点がないという点で同じです。そして、中央の男と、そして、カシナの戦いの右下に書かれている男とは同じです。これも次の、この続く動画の中で皆さんに証明します。つまり、このような形で、レオナルド、そして、ミケランジェロは同じ一人の人物、2000年前。今から見ますと2000年前のイエスを描いたということになります。で、一応、こうした絵をですね、ダヴィンチ、あるいはミケランジェロという画家が描いた、こうした絵は描かれたということになっています。が、これらの画家、あるいは芸術家がこうした絵を描いたわけではありません。彼らはまさに操り人形であったわけです。で、処刑されたイエスは替え玉でした。その説明もこの続く動画の中でしますけども、イエスはこのように
貼り付けになったとされています。が、このイエスは、本物のイエスではなくて、替え玉のイエスでした。これはペーター像です。ミケランジェロが彫ったということになっています。まあ、このように、替え玉のイエスは、処刑になったということなんですね。で、これが本物のイエスの顔です。2000年前のイエスということになります。そして、右の方が、それから1500年後のイエスということになります。で、左下は、まあ、ペーター像ですけども、これは処刑後のイエスということになります。これ下の方は、これは替え玉のイエス。上の方が本物のイエスということになります。で、処刑されたのは替え玉のイエスです。となりますと、上の本物のイエスは、それに心を痛めなかったのかということにもなりますけども、本物のイエスは大変それについて心を痛めていました。で、その前に本物のイエスと、それから替え玉のイエスの話をしておきます。レオナルドはこのような絵を描いて、替え玉のイエスがですね、頭から血を流しているところを表現しています。ハローですね。そして、血です。で、この男の左手の甲には、聖痕があります。こちらの方は、まあ、替え玉のイエスということになります。手の甲の聖痕に注意してください。つまり、替え玉のイエスはこのように、なんて言いますか、頭から血を流して、今まさに死に耐えようとしているというわけです。で、このアンギャリの絵をよく見ますと、中央に、まあ、奇妙な動物がいます。この赤い丸に注目してください。二頭います。で、右半分は、これは馬です。しかし、左半分は見られない。この地球にはいない動物です。注意深く比較してください。右は馬です。つまり、右の方は人間の世界、左の方はレプタリアンの世界ということになります。まあ、このように、レオナルドは、二つの世界をここで表現したということになります。右が人間、左がレプタリアンです。なわち左のこの動物は地球にはいない動物ですね。ですから右の方が人間、左の方がレプタリアン。その人間の方の世界の馬に、替え玉のイエスが足で踏まれてですね、今死に耐えようとしています。まあ、このような形で、レオナルドは、まあ、替え玉の人間のイエスは死んだと、そのようなことを表現したと、私、林浩氏は判断しています。で、この右の方の、この上の人物を見ていただくとわかりますように、これはローマ軍のヘルメットだと、林浩氏は判断しています。つまり、替え玉のイエスはローマ軍の兵士によって殺されたと。そういったことを、この絵の中で表現していると、私、林浩氏は判断しています。そして左の方の、この男に注意してください。レプタリアン側ですね。この男と、先ほどお見せしました、いわゆる、まあ、イエス、2000年前のイエスの顔と比較してみてください。全く同じです。違う点がないという点で同じです。ここが、この動画のポイントですから、注意深く見てください。右がイエスです。2000年前のイエスです。そして左もそのイエスと同じであれば、左も2000年前のイエスということになります。つまり、この絵の中には本物のイエスと、そして頭から血を流して死にそうになっている替え玉のイエスと、その両方が描かれているということになります。つまり、このような形でイエスは自分の怒りというものをこの顔を通して表現しています。左の顔をしっかりとご覧ください。これがイエスの怒りと、そして苦悩ということになります。
Jesus, I know not his other name, but the God whom we may call Jesus is still here with us, watching over us humans. Here you see physical evidence and its proof. Yes, という名前以外、私たちはその名前を知りませんが、イエスと呼ばれる神は今もまだ私たちのそばにいて、私たち人間を見守っています。その事実を物理的な証拠を添えてここで証明します。広し林、浜松シティ、ジャパン。2000年前のイエスを紹介します。これが2000年前のイエスです。イエス自身がこのような自画像を残しました。そして500年前のイエスです。やはりイエス自身が残した自画像です。そして替え玉のイエスが2000年前に処刑されました。イエス自身がこのような彫刻を残しています。つまりこのような彫刻を通して処刑されたのは替え玉のイエスであるということをイエス自身が示したということになります。マリアに抱かれているのがその替え玉のイエスということになります。つまり替え玉のイエスが処刑されました。その証拠がこの絵の中に残っています。この絵の下のこの男に注意してください。アンギャリの戦いと呼ばれている絵です。これもイエス自身が描き残した絵です。頭からは血を流しています。降臨の隠し絵ということになります。つまりこの男こそが処刑された替え玉イエスということになります。その証拠に、この男の左手の甲を見てください。ここに聖痕が描かれています。この聖痕こそが、これが替え玉のイエスであるという証拠になります。つまり、この替え玉のイエスは、馬に踏みつけられて、死に耐えようとしています。聖痕です。まあ、このような形で、殺されたのは替え玉のイエスであるということをイエス自身が書き残したということになります。このアンギャリの戦いと呼ばれている絵に戻ります。今下に、頭から血を流している替え玉のイエスがいます。では誰が殺したか。右の方から人間が左のレプタリアン族を攻めています。この男、上の男はローマのヘルメットをかぶっています。ローマ軍のヘルメットです。すなわち、替え玉のイエスはローマ軍の兵士によって殺された。と、この絵は表現しています。そしてそれに対して、左側からもう一人の男が、戦いを挑んでいます。この顔に注意してください。これも顔、これが本物のイエスです。2000年前のイエスです。この両者は全く同じです。つまり、右がイエスですから、左もイエス。そのイエスが激怒しています。顔中に怒りをみなぎらせています。この両者は全く同じです。替え玉であるとはいえ、予期せぬ出来事で、その替え玉イエスが殺されました。それに対して、本物のイエスが大激として、そしてローマ軍に抵抗している。そういう姿です。つまり、1500年後のイエスは、このような形で自分の怒りを表現したということになります。これらがイエスであるとこと、あるということを続く動画の中で説明します。最初にルネサンスの操り人形が形の話をしておきます。その証明はこれからゆっくりとしますが、これらの画家は1500年後の
イエスの操り人形でした。左下、シニョレリとダヴィンチは同一画家、つまり一人二役の画家でした。そして、その上で、こうした画家たちを操っていたのが、1500年後のイエスということになります。まず、ミケランジェロ・ブラノティを紹介します。ミケランジェロは23、4歳の時にこのペーター像を彫刻します。このペーター像の向かって左側、イエスの右腕に注意してください。イエスの右腕には奇妙なコブが表現されています。このコブに注意してください。こうしたコブは人間にはないと私、林博士は判断しています。このコブは何かということについては、この先後で述べることにしまして、ともかくもこのようなコブが表現されているということです。そして同じコブが、同じミケランジェロが描いたとされるスケッチがカッシナの戦いの中に表現されています。向かって右下のこの赤丸の男性に注意してください。足の皮をベローっと剥いでいます。そして頭には鼻の冠をつけています。このカッシナの戦いに描かれている群像の中の王であることを示します。その男の腕を立て、反転し、そして拡大しますと、その腕は先ほどのペーター像に表現されているイエスの右腕と一致します。コブが決め手となりました。注意深く比較してみてください。このコブですね。そしてこのコブです。つまり、ミケランジェロはペーター像という彫刻で表現したイエスと、そしてカッシナの戦いの中で表現したこの男性、が同一人物であることをこのような形で表現しました。なあち、左がイエスですから、右の男性もイエスということになります。もう一度繰り返します。左がイエスですから、右の男性もイエスということになります。もう一度、この一番上部のコブに注意してください。イエスです。イエスです。こうして、ペーター像のイエスとカシナの戦いのイエスがつながりました。そして同じコブを持った人間をダヴィンチ自身が解剖図として描いています。右はレオナルドの描いたスケッチ画です。このコブに注意してください。このコブに注意してください。拡大してみますとペーター像の彫刻に表現されているコブと、そして、レオナルドの描いたスケッチ画のコブがこのように一致します。注意深く比較してください。つまり、このような形で、ミケランジェロとレオナルドが繋がり、これらは皆一人の神、イエスということになります。ペーター像に表現されているイエスと、そして、カシナの戦いの中に表現されているイエス、そして、それは、レオナルドの描いたスケッチ画と繋がっていきます。つまり、レオナルドが描いた、この解剖図の男は、イエス自身であったということになります。同時に、レオナルドはこのようなスケッチ画を残しています。向かって一番左側の男に注意してください。この男です。この男と、先ほど紹介しましたミケランジェロの描いたスケッチ画、カシナの戦いの中に描かれているこの男と比較しています。左がミケランジェロ、右がレオナルドということになります。そして、反転し、明るくし、比較してみますと、これら両者は全く同じ
男であることがわかります。小さな耳、目、注意深く比較してください。右耳の下のコブ、尖った鼻、小さな小鼻、同じですね。となりますと、左がイエスですから、右の男性もイエスということになります。つまり、レオナルドはこのような形でイエスを描いたということになります。今は一応、レオナルドが描いた絵ということにしておきます。そして、このカシナの戦いのこの男は頭に花冠をつけています。王者です。つまりイエスですね。そしてこの男もイエスということになります。つまり、レオナルドの描いたスケッチ画とミケランジェロの描いたカシナの戦いの中の男がこのように一致し、そしてそれはペーター像の中に表現されているイエスと一致していきます。つまり、これら三者は皆イエスということになります。偶然の一致なのでしょうか？そうではないのでしょうか？もしこれらの作品がですね、別々の芸術家によって作られたり書かれたものであるとするならば、偶然の一致ということにもなりますが、そう判断するのは少し待ってください。もう一人の男を紹介します。レオナルドの描いたイエスですね。そして右がヒエロニムス、つまり聖ジェロームです。左の男と、そして右の聖ジェローム、比較してみると違いがないという点で、これら両者の男はですね、全く同じであることがわかります。大きくなってますか？突き出た頬骨。小さなコブ。注意深く比較してください。左がイエスですね。そして、右が聖ジェロームです。ということになっています。340年から420年に実在したと言われています。現在、カトリックではですね、教会博士、つまり、ドクター・オブ・チャーチとして、9月末の聖ジェロームの命日には、その、まあ、追悼式と言いますかね、セレモニーを毎年しています。つまり、左の男と右の男は同じであるということです。すなわち、この両者はイエスということになります。耳というのは大変個人差が大きい部位です。まあ、手の指紋のように違うという人もいます。ともかくも、この両者の耳を比較してみてください。同じですね。つまり、左がイエスであるならば、右もイエスということになります。一応、これらの絵はですね、レオナルドが描いたと言われています。つまり、左はヤンガ、中央はオルダーということになります。右はフリーの画像ソフトから拾ってきたものです。そして比較してみますと、ここが重要ですから、皆さん自身で確認してください。耳の下にコブがありますね。そして小さなコブの表現まで同じだということです。鋭い目。後で紹介しますけども、目の中には瞬膜と呼ばれている膜があります。
左がイエスです。ですから、右もイエスということになります。となりますと、若いイエスと年老いたイエスということになります。このことも少し出ますか。頭の中に入れておいてください。ここが重要ですから、しっかりと皆さん自身で確認しておいてください。左もイエス、右もイエス、そしてこれらの絵はレオナルドが描いたと言われています。今は一応そのようにそういうことにしておきます。歯並びの悪い歯、大きな口、独特な鼻ですね。ここが重要ですから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。顔というのは違いがないという点で同じ顔と判断します。左がイエスですから、右もイエスということになります。こうしてイエスがつながっていきます。もう一度繰り返します。一番上の左がイエスです。上の中央もイエスです。そして右はペーター像のイエスです。そのイエスと下の二人の男がつながっているということです。で、冒頭の話に戻ります。2000年前のイエスです。写真から作られた絵だと林浩司は判断しています。右も500年前のイエスです。そして左下が処刑された替え玉のイエスということになります。で、この替え玉になったイエスが死んだということをですね、イエス自身がこのような絵の中に示しています。馬に踏みつけられて頭から血を流している替え玉のイエスです。手には聖痕があります。まあ、このような形で、イエスは、替え玉のイエスが死んだということを表現しました。聖痕ですね。で、このアンギャリの戦いと言われている絵なんですけども、下に替え玉のイエスがいます。そしてそれを踏みつけているのが、ローマ軍の兵士ということになります。そしてそれと戦っているのが、実はイエス自身ということになります。右がイエスです。顔が一致します。もう一度ここで確認してください。間違いありませんね。ということは、替え玉のイエスが死んだということについてですね、イエス自身が予期していなかったということになります。で、イエスは激怒し、ローマ軍に激しい怒りをあらわにしているというわけです。イエスとて心を痛めなかったわけではないということですね。そうしたイエスは自分の心をこの絵の中に表現しました。が、イエスは人間ではありませんでした。聖ジェロームの絵を見ていただきたいと思います。奇妙な剣、奇妙な骨が表現されています。コブもあります。あばら骨も人間のとは違うような感じです。で、この目に注意してください。目の中に瞬膜と呼ばれている。つまり、目の中にもう一枚の膜があるということです。つまりこの瞬膜がですね、イエスは人間ではなかったという物的証拠ということになります。これがその瞬膜です。先頭、ジェローム、聖ジェロームです。下がトカゲの目です。トカゲの目の中には瞬膜があります。そして、聖ジェロームの瞬膜の境目を注意深くご覧ください。細かい
粒々のような点が表現されています。実際にトカゲの瞬膜の境目には細かい粒々の点があります。瞬間に動くから瞬膜と言います。大変動きが早いんですね。その瞬膜をレオナルドは正確に聖ジェロームの絵の中に表現しているということになります。そして左の先ほど紹介しました、やはりレオナルドの描いた目の中にも、男の目の中にも瞬膜があります。注意深く見ていただくとそれがわかります。これはスローモーションで今、瞬膜を見ていただいてますけども、後ろの方から鼻の方に向かって瞬膜が動きます。つまり、目の中の目、つまり、目の中のもう一枚の膜ということになります。まあ、このような膜で目を保護していたわけですね。これは後で紹介しますけども、証明しますけども、捏造されたレオナルドの自画像です。この自画像の中にも正確にその瞬膜が表現されています。この目の中の目、つまり瞬膜に注意してください。特に向かって右側、左目にを見るとそれがよくわかります。瞬膜ですね。瞬膜ですね。つまり、このような形で、レオナルドの自画像の中に、瞬膜が描かれていたということになります。これらの、この絵はですね、レオナルドの元の絵を 3D フォトグラフ化して描かれたものだと、私、林博士は判断しています。そして、聖ジェロームの目の中にも、その瞬膜が描かれています。注意深くご覧ください。つまり、人間ではない、俗に言う、レプタリアンということになります。もう一度、トカゲの瞬膜と比較してみてください。位置も、形も、同じです。下まぶたではありませんよ。目尻につながっていません。瞬膜です。瞬膜です。そしてそれがレオナルドの自画像の中にも表現されているということです。注意深くご覧ください。境目に点々と言いますか、粒々のようなものが表現されている点にも注意してください。つまり、イエスは人間ではなかったということになります。ここが重要ですから、もう一度確認してください。よく知られた自画像です。おびただしい数の人間が、この500年の間に、この自画像、肖像画を見てきました。しかし、今まで、誰もそれに気がつきませんでした。ここに、瞬膜が表現されています。繰り返しになりますが、ここが重要なポイントですから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。これが瞬膜です。つまりこれらの絵はすべて手で描かれた絵ではなくて、写真で撮ったデータを例えば今で言うグラフィックソフトのようなものを使って作り上げた絵ということになります。で、聖ジェロームがイエス自身であったことはもうお分かりいただけたと思います。そしてこれが苦行中のブッダということになっていますが、これはブッダではありません。ブッダの父親のストダーナ・ガウタマです。
ペルセポリスの碑文にその名が刻まれています。このストダナゴータマと右のレオナルドのスケッチと比較してみますと、大変奇妙なことがわかります。つまり骨格が同じだということですね。ストダナゴータマはペルセポリスの二代目の王でした。ダリウスに王座を奪われるまで王でした。そしてその息子がネパールへ逃げ、私たちが知っているセッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち、シッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち、ブッダとなったわけです。それはともかくも、こうして骨格を比較してみてください。左が聖ジェロームです。右がレオナルドの書いた、書き残したスケッチです。同一人物であることがこれでわかります。つまり、イエス自身だということになります。そしてその骨格はストダナゴータマの骨格と一致します。つまりストダナゴータマ、私たちがブッダと呼んでいる父、その父の上本能ということにもなります。ともかくもこの骨格を見比べていただきたいと思います。先ほども言いましたように、一番左の聖ジェロームは人間ではありませんでした。そしてレオナルドの表現した右のスケッチの目に注意してください。この目の中に表現されている男も人間ではありません。右は縦線一本だけですね。そして左の目は何か形が崩れているように見えます。はっきりしません。がしかしそのことをミケランジェロは知っていました。ということになります。ミケランジョがシスティーナ礼拝堂に描いた天井画です。その中にこのような人が描かれています。目に注意してください。目に注意してください。向かって左目の目は縦線一本だけですね。つまり、ミケランジョはこのような形で、ここに描かれているのは人間ではないということを表現しました。その目と上のレオナルドの描き残したスケッチ画の中の男の目と比較してみてください。やはり縦線一本だけです。そして向かって左側の目は何かしら崩れた目をしています。その目はレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているあの老人の自画像の目と一致します。注意深くご覧ください。まあ、このような形でミケランジェロはイエスが人間ではなかったということを表現しました。つまり、このような形で、レオナルドの基本的な姿勢、そして、ミケランジェロの基本的な姿勢がつながっていくということです。そして、その目の中には、瞬膜と呼ばれる、ある種の動物、独特の膜が描かれているということです。そして、ストダナゴータマの目の中にもそれが表現されているということです。まあ、こうした事実をどのように積み重ねていくかですけども、真実は一つ、すべて同じ種類の神であったということになります。もう一人の画家、ヴェロッキオについても触れておかねばなりません。ヴェロッキオです。ヴェロッキオが描いた聖ジェロームです。このジェロームの目の中にも瞬膜が正確に表現されています。目を注意深くご覧ください。目尻のところで線が集まっていないところに注意してください。すなわちこれは下まぶたではないということです。黄色い丸で示したところが目尻です。赤い部分は瞬膜ということになります。ヴェロッキオもやはり瞬膜を描いていたということですね。そしてそのヴェロッキオの描いた聖ジェロームとレオナルドの描いた聖ジェロームを比較してみますと違いがないという点でこれまた同じということになります。
別々の画家と考えるから、頭が、てますか、混乱してくるわけですね。しかし、同じ画家が描いたといえば、この謎はすっきりと解けるわけです。全く同じなんですね。左がヴェロッキオです。右がレオナルドです。そして同じく聖ジェロームを描いています。右がレオナルドの描いた聖ジェローム。左がヴェロッキオの描いた聖ジェローム。耳の形も一致します。耳の形も一致します。繰り返しになりますけども、耳というのは個人差が大きくて、指紋のように判別できるわけですね。その耳が同じであるという点に注意してください。ヴェロッキオとレオナルド。注意深くご覧ください。このような形で、ルネサンス期の画家たちが一つにまとめられていくということです。さらに、ダメ押しをしておきます。ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画のカッシナの戦いです。この中の何人かの人たちは、自分の皮を剥いでいます。右下のイエスも足の皮を剥いでいます。注意深くご覧ください。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいるのです。さらに、さらにダメ押しをしておきます。レオナルドが書いたと言われている岩窟の聖母です。この左端の子供に注意してください。この子供の腹に注意してください。皮がめくれているのがわかります。同じように足の皮もめくれています。が、めくれているのではなく、脱皮しているのです。そのことは実際に脱皮する動物と比較してみるとわかります。ある種の動物は脱皮します。上は写真ですが、同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このような形で、レオナルドはここに描かれている子供は脱皮するタイプの人間、すなわち人間ではないということに表現しました。つまり、この子供は一般にはイエスと言われています。さらに続きます。このマリアの右手の指先に注意してください。この右手の指先に注意してください。マリアの右手の指先は、このイエスと言われている子供の神秘の下に盛り込んでいます。神秘の下に盛り込んでいます。いいですか皆さん。500年間誰もこの事実に気がつかなかったんですよ。話を先に進めます。ルカ・シニョ・レッディです。レオナルド・ダ・ヴィンチです。この二人は鼻の大きさと髭を除いて同じです。ただ、シノレリの方が実際に7歳年上でした。ですから大変奇妙なことに、その7歳年上であることが、これらの絵の中に表現されています。目の上の上まぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは目尻のシワに注意してください。それを除いて、この両者を比べてみてください。全く同じです。特に向かって右側の、左目のですね、周辺に注意してください。同じです。同じです。
右の方はややぼかしが入っていると思われます。死の霊の方がレオナルドより7歳年上でした。そしてレオナルドの鼻をシヌレッディにくっつけてみます。レオナルドのひげをシヌレッディにくっつけてみます。両者は区別できなくなります。ただ、今も言いましたように、シヌレッディの方が7歳年上らしく描かれているのは事実です。が、それを除けば、この両者は同じだった。すなわち、レオナルドは存在しなかった画家ということになります。もっと言えば、シノレリの一人二役の巨像、虚構の画家であったということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在しなかったということになります。これが重要な証拠です。しっかりと確認しておいてください。が、顔が同じだけというわけではありません。その基本的な姿勢も全く同じです。これはシノレリの描いた絵です。中央にマリアが描かれています。左下にイエスが描かれています。そしてその中央にですね、骸骨のように見える子供たちの顔が描かれています。まあ、隠し絵ですね。骸骨と考えていいわけです。そしてマリアが抱いているこの向かって左側の子供に注意してください。この目に注意してください。一見、マリアが赤子イエスを抱いているように見えますが、この子供は虐待を受けて目が黒く黒ずんでいます。そのことはイエスの洗礼の中の子供と比較してみるとわかります。ただし、右の絵は修復された後で綺麗になっています。それでも、これだけの痕跡が残っているという点に注意してください。向かって右側の子供の目、表現の仕方が同じですね。そして私はこれらの右の二人の子供は虐待を受けている子供と判断しました。目が腫れ上がっています。繰り返しますが、このイエスの洗礼の絵は大変残念なことに修復されて、今はこのように綺麗に、まあ、修復されています。これが修復前の絵です。目の周りにクマがありまして、そのクマとシノレリの描いた絵の中の子供の目のクマと一致するということです。はっきり言えば、餌であったということです。これがマリアです。シノレリの書いたマリアです。そして、シノレリの書いたイエスと、ダヴィンチの書いたジェロームは一致すると。そしてここには、骸骨が描かれていると。ここに注意してください。そしてその骨格はイエスの骨格と一致するということですね。まあ、これが聖ジェロームです。そしてその聖ジェロームと左のシノリの書いた聖ジェロームとは一致するということです。さらに、シノレッドとレオナルドは繋がっていきます。右はレオナルドの代表作、受胎告示です。この中に描かれているマリアと呼ばれている人を見てください。衣服に注意してください。まあ、絵ですから、絵の具ですから、多少色の変化はあると思われますけども、基本的な色使いは全く同じだということです。偶然の一致なのか、それとも互いに話し合ってこのように色を決めたのか、それもそういう可能性もないわけでありませんけれども、素直に見ればこうしてルネサンスの画家たちは一つにまとまっていくのがわかります。色使いが同じだということですね。そして基本的なアジェンダも同じ。そこに描かれているイエスも同じということになります。まあ、こうして繋がっていくということです。で、別々の画家が別々の場所で別々の時に描いたと考えるから、謎が謎を呼び、頭の中が混乱していくというわけです。しかし、
話を先につなげる前にイエスの話をしておかねばなりません。これはリオナルドが描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中で重要なポイントは、実はイエス自身は死んでいるということです。つまりこのような形でリオナルドはもう一人のイエスは死んだと表現しています。隔世の手法です。頭にはハローが描かれています。そしてこの男の左手の甲には聖痕がついています。つまり聖痕が残っているイエスは死んだと。まあ、このような形でレオナルドはアンギャリの戦いの中で表現しました。つまり十字架にかけられて処刑されたイエスは替え玉ということになります。本物のイエスは、本物のイエスはということになります。結論を出す前にもう一度4人の画家について考えてみます。シニョレディです。リオナルドです。ミケランジェロです。そして、ラファエロです。これらの4人の画家たちは、大変奇妙なことに、同じ絵とは言いませんけども、同じような絵を描いています。それぞれの画家たちの描いた絵を、このように並べてみますので、皆さん自身で比較してみてください。まあ、このように、話し合って書いたということにもなりますが、その可能性は、まあ、言うなれば、否定派の抜け道ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で比較してください。これは額の上のラインを、に注意してください。同じラインが表現されています。こうして並べてみると、こうした画家たちは、皆、一人の画家、別の画家に操られた、言うなれば、操り人形であったことが分かってきます。それぞれが、それぞれの共通点を持ち、有機的に、つまり、分離不可分につながっているということです。つまり、その上にもう一人の別の画家、すなわち、1500年後のイエスがいたということになります。これが1500年後の上がですね、自画像ということになります。では、私たちが知っているあのレオナルドの肖像画は何かということになります。まあ、こうした1500年後のイエス、あるいは2000年前のイエスをもとにして、こうしたデータベースが作られ、髪の毛をつけ、傾きを変え、そしてそれを反転させて、現在私たちが知っているレオナルドのこの肖像画ができました。基本的なデータは本物のイエス、のものを使ったと思われますが、この右下のレオナルドの肖像画は、捏造された肖像画ということになります。細かい点を比較してみると、それがわかります。注意深くご覧ください。つまり、レオナルドは67歳で5月2日に死んだことになっていますけども、その日には死んでいないということです。その証明もすぐこの後にします。ともかくも、私たちが知っているレオナルドの肖像画は、捏造された肖像画だということです。これら4枚はすべて、レオナルドが書き残したスケッチ画です。比較してみてください。もう一度繰り返します。左がマンと呼ばれているレオナルドの書き残したスケッチ画です。右が私たちが知っているレオナルドの肖像画です。
違いがないという点で同じということですね。つまり、私たち人間は500年以上もこの肖像画に騙されてきたということになります。500年以上ですよ、皆さん。比較してみてください。同じですね。つまり、左の男の顔に髭をつけ、そして影をつけてできたのが、右のレオナルドの肖像画ということになります。注意深くご覧ください。そして、大切なことは、あなた自身が結論を下すことです。右は、捏造されたレオナルドの肖像画です。しかも、その髭は、後から付け加えられたものです。その証拠はですね、髭の間をよく見ますと、元の輪郭線が残っているという点です。皆さんが人物像を描くとき、髭を描くとき、そんなことをしますか？注意深くご覧ください。左が元の輪郭線です。右が髭をつけた絵ですけども、注意深く見ますと、元の輪郭線が残っています。つまり、右の肖像画は左の肖像画に髭を描き足したということになるわけです。もし皆さんが髭を持った老人を描くとしたら、このような手法を使いますか？髭を先に描くでしょ？表に出てる髭を先に描くでしょ？つまり、このレオナルドの肖像画は、捏造された肖像画だということです。話を先に進めます。こうして考えていきますと、ルネサンスのあの時期の画家たちは1500年後のイエスに操られていたことがわかります。これは、ミケランジェロが描いたとされるカシノの戦いですけども、この中に私は数字を発見しました。7502です。そして一番左にもう一つ7、そして一番右にもう一つ7があります。で、これらの数字は何を意味するかです。それについては、7ならばジーザス、50は復活、そして27は聖書を意味すると教えてくださった方がいらっしゃいました。キリスト教のですね、まあ、隠し言葉ということになります。なわち、このような形で、1500年後のイエスは、ルネサンスに現れ、そして、人間を指導し、人間にメッセージを残したということになります。そして、このレオナルド自身は、67歳の5月2日に死んだことになっています。77から7を取り、50から5を取り、そして27から2を取って、自分の死亡日としたわけです。つまり、その死亡日自身も捏造されたということになります。ミケランジェロがこのカシノの戦いの絵を描いたときには、レオナルドはまだ生きていました。つまり、この数字に合わせて、レオナルドは死んだ、すなわち、ミケランジェロも、レオナルドも、一人の画家、すなわち、1500年後のイエスに操られた操り人形であったというふうに考えれば、この謎はすっきりと解けます。もう一度繰り返します。77の7、50の5、そして27の2を取って、レオナルドは自分の死亡日を決めました。この絵そのものも、1500年後のイエスによって書かれたメッセージと考えれば、謎は簡単に解けます。この絵そのものは、カシノの戦いは、アンギャリの戦いとともに、同じ頃、依頼を受けて描かれています。なわち、このカシノの戦いの絵が描かれた時には、レオナルドは生きていたのです。この750に合わせて、レオナルドは自分の死亡日としたのです。なわち、レオナルドは、その日には死んでいなかったということになります。そして、775027は、イエス。復活、聖書という意味です。イエスは聖書により復活したという意味になります。
で、ルネサンスの画家たちをもう一度並べて考えてみます。シニョレッリです。リオナルドより7歳年上でした。リオナルドです。この両者は鼻と髭を除いて同じです。そしてミケランジェロ、23歳でペータ像を彫刻します。そしてラファエロ、今日は触れませんでしたけども、ラファエロも1500年後のイエスの操り画家でした。そしてレンブラントは人間には描けるはずもない数多くの絵を描き残しています。そしてブーグローもそうです。コットもそうです。そしてブラースもそうです。人間には描けるはずもない絵であることは既に証明してきました。そしてその上に君臨していたのが1500年後のイエス。そしてその左が2000年前のイエスです。その絵をもとにしてこの原型ができ、その原型を変形させて現在私たちが知っているあのダヴィンチの肖像画が捏造されました。こうしてルネサンスのあの時代に何が起きたか、すっきりと整理されました。そしてもう一人、最近付け加えたのが、ヴァサーリです。まあ、ともかくもこの赤い丸。私は、ミケランジェロとブラウスは大変よく似ていると思います。まだ判断できないで言います。ただ、アジェンダは全く同じです。そして、中央下に、ヴァサーリを加えました。こうして、1500年後のイエスは、ルネサンスのあの時代の芸術家たちを操って、強烈なメッセージを人間に残しました。その証拠の一つが、このペーダ像向かって左側のマリアの手ということになります。この手の中で、中指と薬指がくっついている点に注意してください。これをマラヌスの手と言います。マラヌスというのはもともとは隠れユダヤ教徒のことでした。イルミナティ、あるいはその後に生まれる美術界のシンボル的なハンドジェスチャーとして使われています。つまり、このような形で1500年後のイエスは自分の印をこうした彫刻に残したということになります。美術界のメンバーたちも中指と薬指をくっつけているのがわかります。日本と大変関係の深いフランシスコ・ザフェルもやはり中指と薬指をくっつけているのがわかります。中指と薬指です。つまりイエスの会というわけです。つまり表向きはユダヤ教徒のマラヌスがそうであったようにカトリック教の信者であることを示しながら裏ではユダヤ教を信じていたように、これらの画家たちもですね、それぞれの信仰すなわち、イエスを信じていたことになります。マリア教を統括したカトリック教に対して、強烈な反抗精神を示したということになります。ブーグロもまた、隠れユダヤ教徒であったのか、イエズス会であったのか、はたまた、イエスに操られた芸術家であったのか、ということになりますけども、ブーグロの作品は人間には描けるはずもない作品ばかりです。そのブーグロの作品の中には、こうした手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。人間には描けるはずもない絵を描いていたという点で、ブーグロもやはり1900年後のイエスに操られた操り人形画家であったということになります。まあ、こうして現在の今もイエスは私たちのそばにいるということですね。近くにいるということです。イエスは人間ではなかったということはもう当然です。が、そのことは重要ではありません。瞬幕を持っていたなどということは重要なことではありません。イエスは遠い昔から、そして1500年、1900年と私たちの近くにいて、
そして人間を温かく見守ってきたということです。その事実が重要だということです。今私たちはこうした事実を受け入れるべき時なのではないでしょうか。イエスは今もそこにいて、そして人間を温かく見守っているということです。最後にイエスが書き残したと思われるこの絵を見てください。神と人間があと少しのところで指と指が触れ合います。そしてその手はマラヌスの手を片付けています。これがイエスからの人間に対するメッセージと私、林博士は判断しました。あと少しだぞ。あと少しだぞ。あと少しだぞ。と、それに答えるか答えないかは、ひとえに私たち人間によるということです。Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught us my heart to fear, and grace.My fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home.When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we've first begun, than when we've first begun.